ナワーブクワジャサギムダー。ナワーブの称号を認められたザミンダールの一人である。彼がベンガルに持っていた領地は、イギリス領インドにおいて、最大級つ特に豊かな所領であった。インドア大陸におけるザミンダールは、ヒンドースターンの皇帝の総試験を受け入れ、父あるいは、半自治を行った統治者。語源的にはペルシア語で、土地所有者を意味する。一般に、 ザミインダールは広大な領地を世襲し、皇帝政府の代理として農民から調税したり、軍事的な動員を行ったりした。ムガル帝国期には、ザミインダールは貴族に属する支配階級であった。第三代皇帝アクバルは彼らにマンザブを与え、彼らの世襲領地をジャーギールとみなした。その後、19世紀から20世紀にかけて、インドを支配したイギリスは、 多くの冬で影響力があるザミンダールに、マハーラージャ、ラージャ、ラーイ、ナワーブといった上位の称号を授与して、その社会的役割を温存した。そしてザミンダールを利用した永久制度、いわゆるザミンダーリー制度を用いた。イギリス当局は、協力的なザミンダールを反王として偶した。反王国と呼ばれるものの多くは、ザミンダールの領地をそのまま格上げしたものである。 その一方で、イギリスは多くの旧来の繁王国から領土を奪い、統治者の地位を好位の貴族からザミンダールに格下げすることもした。イギリス領インドが分裂、独立した後の農地改革に伴い、1950年に東パキスタン、1951年にインド、1959年に西パキスタンでザミンダールは消滅した。 インドは大陸の各地域の歴史上ではザミーンダールが重要な役割を果たしていることが多い。16世紀にバーティ地方の12人のザミーンダールがバロブーヤンという同盟を結成し、ムガル帝国の信仰を海戦で撃退して名を挙げたことがイエズスカイやラルフ・フィッチの報告により伝えられている。同盟の指導者はザミーンダールのイーサ、ハーンで他のザミーンダールには ムスリムもヒンドゥー教ともいた。後者ではプラタ・パディティアが有名である。またザミンダールは芸術のパトロンとなることもあった。その中の一つタークル家は1913年にインドで最初のノーベル賞を受賞した詩人ラビンドラ・ナート・タゴールを輩出している。彼の活動はタークル家の相続料と財産に支えられている部分もあった。建築の分野においては ザミンダールは新古典主義建築やインドサラ専用式を推進したメフタブチャンドバルダマンラージのザミンダール1840年から1845年頃の肖像ムガル帝国の建国者バーブルがヒンドゥスターンを征服した時各地にはラーイ、ラージャ、ラーオ、ラワットなどと呼ばれる独立、反独立領主が多数存在していた ペルシア5年代期では、これらをザミーンダールあるいはマルズバーンと呼んでいる。こうした領主たちは、ほとんどが世襲で、それぞれの領地を統治していて、帝国の経済的、軍事的基盤となった。バーブル自身が書いているところによれば、ヒンドースターン征服時、ザミーンダールの領地からの税収が、国家歳入の6分の1を占めていた。それらの、 イラからビハールまでの国々から、今や我が元に入る歳入は、後で詳しく述べるが四十二カロールに上る。そのうち八、九カロールは、ラーヤ・ラージャのパルガナーから来るもので、彼らは、過去に従い、安堵を受けた者たちである。アクバル時代の歴史家アリフ、カンダ・ハーリーによれば、ムガル帝国支配下には上塞を拠点に領地を収める、ラージャ、ラーアイ、ザミンダールが二百、三百人ほどいた。 いずれも自身の士族からなる軍を持っており、アブルファズルが伝えるところによれば、その総勢は44楽人に上った。内訳は、騎兵三38万4558機、不評427万7057人、戦八百863頭、大砲4260門、船舶4500艘だという。ムガル帝国期には、 ザミインダールが治めるザミインダーリートにザーム量は明確に区別されていなかった。自治権を持つ主張や大手がザミインダールと呼ばれることもあった。ここに初めて定義上の線引きをした一人で中世インドにおけるザミインダールの重要性を主張したのが歴史家のウィリアム・ハリソン・モアランドである。彼はザミインダールを風神である主張と定義した。つまり、 ムガル帝国が直接統治を行う地域にはザミーンダールは存在せず、それ以外の地においては主張すなわちザミーンダールが自治を行いつつ、ムガル帝国に従属し皇帝に功能を収めていたという構造を指摘したのである。一方で、イルファン・ハビブは、それと異なり、著書、ムガルインドの農業システムにおいてザミンダールを2種類に分けた。一つは、自身の領地において、 主権を行使できる自治主張であり、もう一つは土地において優越的な権利を持ち地税を徴収した平凡なザミーンダールで、後者はほとんどがムガル帝国により任命されたものであったという。彼らは仲介者という意味でザミーンダールと呼ばれ、両都などからの徴税を受け負った。ザミーンダーリー姓は来た。インドで盛んに用いられたが、ムガル帝国の影響力があまり及ばなかった。 南インドではそこまで広まらなかった。歴史家のエスヌールール・ハサンは、ザミーンダールを三つに分類した。一つ目は自治を行っていた、ラーアイ、ラージャなどの主張。二つ目は仲介者としてのザミーンダール。三つ目は、主要なザミーンダールである。イギリス東インド会社は、初期のインド進出にあたり、カルカッタ、スルターニー、ゴビンドプールの三村のザミーンダールとなることで、足がかりを作った。 後には24カ所のパルガナーを獲得し、1756年には、ベンガル、ビハール、オリッサを支配下に置いた。1857年には、東インド会社に代わるイギリス本国からの統治体制が成立した。ムガル帝国期のザミインダールは、土地の所有権を持たず、もっぱら戦争への参人や、近隣の王国への略奪遠征で収入を得ていた。そのため、 彼らは自分の管轄する土地を発展させようとしなかった。この状況を理解していたコーンウォリス卿を率いる東、インド会社は1793年にザミーンガールたちと永久協定を結び、彼らに土地所有権を認めた上で毎年定額の賃料を納めさせた。これにより現在知られている新しい形のザミーンガーリー制度が成立した。 1857年以降、大部分のザミーンダールの軍事力は解体され、領内の警察を担う戦力のみ維持することを認められた。もしザミーンダールが日没までに賃料を納めることができなければ、領地は没収され競売にかけられた。こうして、新しいザミーンダール階級が形成された。他の遅い時期に、東インド会社の支配下に入った地域では、 それぞれの主張に対して異なる統治体制を適用した。イギリスの植民地当局は北、インドにおいてはおおむね従来のザミンダールによる調税システムを温存した。ムガル帝国と異なり彼らに土地所有者となることを認め、見返りとして調税を担当させたのである。南インドではザミンダールはいないわけではないが少数だったため、イギリス当局は ライアトワーリー制度を用いた。これは一部の農民を選んで、土地所有を認め、直接納税させるというものであった。ベンガルのザミンダールは、同地の発展において影響力を発し、1857年のインド大反乱では重要な役割を果たした。また、イギリス当局は、忠実なザミンダーリーに、王族や貴族の称号を与える伝統も踏襲した。ラージャ。 マハーラージャ、ラー・イ・サヘブ、ラー・イ・バハードル、ラー・オ、ナワーブ、ハーン・バハードルといった称号が、幾度にもわたり、藩王やザミンダールたちに与えられていった。インド帝国地名辞典の推計によれば、ラージャや、マハーラージャといった王号を持つ領主が2000人ほどおり、その中には、藩王国や巨大な所領を有する領主も含まれている。他の貴族称号を持つザミンダールあるいは、 ジャーギールダールも含めれば、その数はさらに跳ね上がる。ムガル帝国においては、ザミーンダールの世襲権は、自治諸行や偏教諸公と異なり制限されており、地位を継承するためには、主君の意向を受ける必要があった。後継者は、決闘で選ばれることもあれば、時には宗教法に基づき選ばれることもあった。イギリスの支配下では、ザミーンダールは、 英国王冠に従属する存在であり、世襲領主の扱いは受けなかったものの、後継者指名に際しては、一族内の意向が優先された。いとこが、東大により近い神道の者のを差し置いて、後継者と指名されることもあれば、合法な結婚による妻が、東大の指名を受けて、ザミーンダールを継承することも可能であった。イギリスの植民地統治が終結し、 インドが独立すると最初の憲法改正により第19条や第31条で財産権に関する修正が加えられ間もなくザミインダーリー制度はほとんど消滅した現在のバングラデシュにあたる東パキスタンでは1950年の東ベンガル取得・借用法が同様の改革を実現しザミインダーリー制度を消滅させたありがとうございます